星名久6月21日から1954年は、日本の教員、同志社女学校に学び、夫、星名健一郎とのハワイ、テキサスでの生活を経て、英語、裁縫を身につけ、松山女学校、同志社女子専門学校で教えた。同志社では長く宣教師、メアリー・フローレンス・デントンに仕えた。1874年6月21日愛媛県。 上郡宇野町で酒や醤油の醸造を営む旧家抹消家の産卵御女の第四子三女として生まれた。地元宇野町の海明学校を卒業し、吉田町の優勝、浅野家に嫁いだが、離婚した。1895年京都同志社女、学校普通科2年に編入し、1898年6月、卒業し、専門部英文学科に進学したが、 1899年長経類太郎が死去し、両親も体調不良のため、7月退学して、宇野町の実家に戻り、妹ともと家事を助けた。1901年とサブローの知人で、ハワイ在住の星名健一郎との結婚が決まり、3月会を渡り、4月21日ワイヤルアに迎え式を挙げた。ハワイでは、ウィリアム夫人に裁縫、死臭。 美観と婦プ人に家事を学んだ。1904年1月長女の養成を機に、同志社在学中に社長だった、西原清東を頼って、夫婦でテキサス州に渡り、当地で進行中の米作事業に加わったが、失敗した。父、末光三郎の病気のため帰国し、宇野町の末光家別荘、松山市、持田町の義枚、清野と次崎、辻田家に住んだ。 1909年夫は再起を図るため、ブラジルに渡ったが、久は子供を日本で教育するために本で自活することを決意し、松山女学校で英語、洋裁、刺繍、家事を教えた。1930年洋裁の授業の様子同窓会主催伝統80歳の祝会1912年には、恩師メアリー・フローレンス伝統の誘いで同志者女学校に着任し、 裁縫を教えた。1930年同志社女子専門学校教授に就任した。同志社では37年にわたってデントンに仕え、第二次世界大戦開戦後も特別高等警察監視家となったデントンの傍らを離れず生活を支えた。 1954年5月9日午後2時30分1回用のため同志社女子部内の自宅で死去した。墓は、小国寺町独院墓地伝統母妃の隣にあり、同志社大学、今出川キャンパス図書館屋上には、伝統との友情を記念する石踏みがある。星名久と子供、ありがとうございます。